海と日本。私たちの生活を支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げるのが海と日本プロジェクト。島根県でも様々な形で海を守り、次世代へつなげる活動が行われています。今回ご紹介するのは沖水産高等学校のヨット部。ここに風を受けて、人の力で操りながら、速さを競う競技です。島根県内の高校で唯一のヨット部。校舎の目の前が海なので、生徒たちは授業が終わるとすぐに練習ができるんです。広い自然の中で自分を見つめ直すというか、自分がどういった存在かということを感じられる、そういったことを感じて成長していってくれたらいいかなというふうに思います。生徒たちにとって海は競技の場というだけではなく、心と体を育む場所でもあるんですね。しかし、そんな沖の海に少しずつ変化が見られるそうなんです。海藻がなくなる磯焼けであったりだとか、近辺の魚が少なくなったりだとか、だんだん取れる魚が小さくなってきたりだとか、そういったところでの、環境の変化っていうのは非常に大きくあると思います。世界的な海洋危機が叫ばれる中、ここ沖ノ島にもゆっくりとその影響が及び始めています。海を知ってる私たちや、その彼女たち彼らができることで一番願っていることっていうのは、やっぱり自分たちがまず楽しいっていう、それをやっぱり大人になってから、子供に伝えたりだとか、周りに伝える。海に出てること自体がもう楽しいです。海と森とか両方楽しめるところとかもいいなと思います。ヨットを通して感じた沖の海の素晴らしさを生徒たちが次の世代へ伝えていくことで、島根の海が守られていくんでしょうね。海と日本。